ようございます、ウィリーです。東横インの函館駅前朝市だったかな、出てきました。私が今行こうとしているのは、松前町と瀬棚町だったかな、北海道の南の端っこと北海道の西の端っこを今日行って、それでまあ十勝の方に行けばいいかななんて思ってます。国道の5号をそれて高砂通りっていうのかな、これ一筋内側走ってます。まあそんなこんなで今日も一日よろしくお願いします。道の駅木古内、木古内右でした。この道はね初めてです。228号、さっきのね木古内あたりまでは一度来たことがありますが、それ以上にこの奥松前の方までね走っていくのは、この海岸沿いを走るのは初めてです。津軽海峡です。あの左手にあの海峡を挟んで向こうに見えるのは龍飛岬ですよね。あの石川さゆりがご覧のあれが龍飛岬って歌いましたよ、あれでしょ、はい。もう少しで、北海道最南端にたどり着きそうです。襟裳岬の雰囲気にちょっと似てますね、黄金道路にね、あの黄金道路のトンネル寒かったですけどね、よく覚えてます。もう寒くて、あれは夏だったんですけどね、家内とタンデムで走ってたら寒いって2人でワーワー言ってましたね。さあ松前町です。最果て来ました。あそこにバイク止まってますね。あの辺でしょうねきっとね、僕も止めます。こんにちは、シャッター押しましょうか。失礼します。日本応援ツーリングのね、まあ、ポイントなんですよ。ここへ来たら誰どなたかに会えるかななんて思ってたら、広島のアフリカツインに乗ってらっしゃる方に今、はい、一緒になってお互いシャッターをね切り越しするような感じで、私も撮っていただきました、はい。でポイントを、ね、GPS で送信するんです、あのネットで。で、まあ、そんなんでもうあのさっきの方、先ほどの方は今のところで、日本全国の16局ですね、東西南北が4局取れればいいかなぐらいに私は思ってたんですけども、まあそばに来たから行ってみようかなということで今日はここへ来ましたけど、でここへ来たらもう戻っても仕方がないので最西端、西の端っこに今から瀬棚郡ですね、瀬棚町かな、向かいます。追い分けソーランラインって言うんですね知らなかったです、ごめんなさい北海道通の人にね言わせるとそうですよって叱られそうですが、海の色は緑ですね、緑であったかそうな感じがしますが、まあ、まだ冷たいですよきっと打ち寄せる白波がいいな。
通行止めですね。これで踏ん切りがつきました、最西端は諦めます。最南端行ったのでね、まあ最西端はまた今度、はい楽しみに残しておきます。十勝の清水にですね、今日の宿があって6時半までに着かないといけないと。もう今12時半です。あと6時間なんで、ちょっと腹ごしらえをしましょう。ローソン奥にセイコマがありますね。セイコマ行きましょうか。ローソンはね、関西にもたくさんあるんで、セイコマ行きましょう。よいしょ。昼ご飯にセイコマのですね、ジンギスカンの おうどんをいただきました。焼きうどん、うどんとジンギスカンで力湧いてきましたね。うどんは私のパワーフードですからね。それからね、北海道に来てから一つ何か忘れてるなと思ったんですが、ソフトカツゲンですね。あれを飲んでなかったんですよ。なんかね、忘れてるなと思ってね。はい。元気出ました。さあ、そしたらね、もうはい、北海道の西の端っこ、もう諦めて、十勝の、はい、清水、徒歩宿の木漏れ日さんに向かって、もうまっしぐらに行きます。まっしぐらったってくねくね曲がるんですが、もう高速道路使ってね、脇目も振らずにどんどん行かないと晩ご飯に間に合わないぞという、ちょっと尻に火がついたような状態です。まあ頑張っていきましょう。午後4時になりました。昼ご飯をセイコマで食べて、それから走り出したのがあれは1時半ぐらいだったかな1時、いやまあ時間ちょっと忘れました。まあ何しても、あれからずっとノンストップでずっと走り続けてます。もうほとんどね、下道っていうんですか、信号なかったし、で高速に上がってももちろん信号ないでしょ。ずっと止まらないんですよ。お尻が痛くて痛くて止まって休憩すりゃいいじゃないのって話なんですがね、えせっかくこんなに快適に走り続けられるんなら、まあもっと、もう少しもう少しと思って、とうとう道東道、走ってます、夕日を背に向けて走ってます、道路に自分の影が映ってて、十勝平野がずっとこう見渡せますね。今ねいい感じですね。さっきトンネル出たところでも見えましたが、ちょっと霞んでたので仕切り直しました。いやー、この牧草だけのこの、まあ、牧草を育ててるんですよね、まあ、牛のために。うわ、白樺の並木が、ここ十勝来ると本当北海道のね、今朝いたね、松前のあたりの海のね景色、海っぺりにねどんどん波が打ち寄せて、それから漁村の方のね暮らしが分かるような、それもね北海道だし、こういう広いところにこうね出てくると、これも北海道ですね。で道がまっすぐね、いいですね。あ、やっと北海道来たなっていう実感が、もう込み上げてきました。ビマンパノラマパーク、ここ前いっぺん来ましたね、覚えてるな。
Be man、ね、大人になれそれは英語ですけど、木漏れ日さんの看板がありました。ここです。ここを曲がります。初めて来た時はね、あの K の1600の GT だったんですよ。でタイヤがね、もうだいぶね、あのゴーズに近かったのでねまあ、まっすぐ走るだけなんですけど、ちょっと怖かったのを覚えてます。2度目です。またやってきました。うん、自動車がいっぱい。そうでしょうね、まだバイクなんかね乗る人いないでしょ。重くてね、あれは。